ますけど、だいたいシャッターが開いてる、開いてるんですよ、夜。そう。だけば、タッキーが。このままうまい。僕の方がうまい。何ができるか。Welcome to Superstar Channel。 あら、うちはもうみんなのなんかもう倉庫みたいになってますよ。タイヤは置いてあるわ、足は置いてあるわ、道具を持ってくる。いや、これでね、今は今度リアがスパッと出づらいということなので、今度ねリアをトーアウトにして走ってみると。今日はいろいろ試してますね。雨降る前にやらないと。そうですよ、びしゃびしゃになっちゃいますよ。で、トーアウトで変わるのか。まあでも目に見えてトーアウトですからね、かなり。嘘、やばい。まあ極端に振った方が分かりやすいんで。え、そう、そんなにアウト？分かんないなら大丈夫ですよ。鈍感なんで、鈍感なんで。ケツ出すぎた。出てもいいんだけど、そのまま角度ついて旋回できてくればいいんだけど。でもこんだけ乗ってりゃ分かるじゃないですか。違いが分かる男ですよね。いやー、俺分かんねえな、多分。自信がない。自信がない。これ GoPro いくつ？今日9です。9。10ってもう出たっけ？10は先週出たんですかね。本当に？はい。
いやもう買ったばっかですもんこれ全然変わってない。でかいですね。じゃあそのままそのはい、じゃあスペシャル講師の日比野さんです。はい、ちょっと何ができるか分かんないです。何ができるか みっちりしごかれてください。ああ、とりあえず今やることは無理することじゃないから頼ますよ。普通に行ってください。普通に。これ重りっていうか何キロぐらいあるの？1530。重いんだね。
多分使い方とかこういう感じじゃないと思うんだよ。このラッシーで考えると。